このままでは店が潰れる。コロナ感染者の余波がこんなに大きいとは。いつか、蕎麦とコングクスで有名なチョンジュのある有名飲食店でのことだ。昼食時間にもかかわらず、100坪以上の食堂の中には5から7つのテーブルにポツンと座って食事をする客しかいなかった。蕎麦やコングクスなどのメニューが美味しく、全国的に有名なこの飲食店は季節を問わず、 一日だけで数百人の客が訪れた。わずか一ヶ月前には、コロナにもかかわらず、ここで昼食を食べるには長い列に並ばなければならなかった。しかし、先月15日、50代の感染者がこの飲食店を訪れたという事実が伝わると、客足がぱったり途絶えたと、社長は打ち明けた。この飲食店の社長はコロナの影響で売り上げが大きく下がっているとし、コロナ感染の余波に加え、 感染者がうちの食堂を訪れたという理由で常連客さえ来ないと話した。続いて事実上、開店休業状態だ都市全国各地からお客さんがたくさん来る飲食店という名前がついているため、商売がうまくいかないようだと打ち明けた。最近、コロナ感染者が訪れたチョンジュハノク村のある食堂も状況は同じだった。出入り口には飲食店の訪問リストの作成を手助けする従業員一人が座っていた。 昼食時間をすでに過ぎた午後1時まで訪問リストに書かれた人数は60人弱だった。従業員の案内で食堂の中に入ってみると、コロナ予防のため対角線でテーブルを開けて客を座らせていた。客のテーブルを越えるホールは空席だらけだった。食事をする客はコロナは怖いな。ここも客がいないのを見るとと知人らと囁いた。普段、昼食時間になると注文を受け、 食べ物を運ぶのに忙しい従業員らは、呆然と立って客を待っていた。この飲食店の従業員はコロナ感染の余波で関屋村に観光客がいないとし時間が経つのも忘れて忙しかったのがいつだったかわからないほど、食堂が閑散としていると話した。続いてこの辺りでは、うちの飲食店が最も有名だ。最近来るお客さんのほとんども観光客だとしうちの食堂で、 もしまたコロナ感染者が出たら艦谷村にも被害が及ぶと考え、全従業員は貿易に最善を尽くしていると話した。